チャオ、あっちゃんです、今日は5月の13日の金曜日、はい、子供がね、今週の日月、15、16に、上の子が海洋学習で行くんね。なんでか知らんけど日曜日、月曜日行って火曜日学校代休で休みなんね。よくわからへんねんけど、うん、で、来週の、金土かな、が下の子が海洋学習臨海学校行くね。なんか立て続けで、1週間おきぐらいに行くんだけどね。それの準備のお買い物をね、しにかんとあかん。なんかこんなプリントがあるね、小学校中学校で。この中で丹内もんとか、あとお弁当の具材、冷凍食品とか使うんやけどね、それちょっと買い出しに今日行ってこうかなと思って、で、今11時です。はい、朝からね、動画ちょっと編集したり、なんだかんだってゴソゴソってしてたら今の時間になっちゃいました。はい。ということでね、もうね、スーパーととかイオンモールとかちょろちょろって行くだけやから、軽く軽くでやっちゃいます。そんなに、いつもみたいにお出かけメイクしません。はい。ということでね、はい。普段ってことないね。普段あっちゃんメイクせえへんからね。はい、ということで、いつもの100均 BB クリームです。で、これをピッピッでも行くで、お出かけしてからどこも行ってないし、メイクもしてないからね、眉毛整えとこ。ちょっと、感じで、眉毛、眉毛描いてきます。さらっといっておきます。アイラインも、鏡がね、うまくね、光が当たらへんから見にくいんよ。アイラインももうそんなに激しくやりません。で、指のメイクバッグがどこ行くの？ここに下の子さんがこの辺に取材したんよ。なんか探し物でぐちゃぐちゃにされてさ。あったあった。指のメイクバッグが投げられてる。暗い系、茶色とかゴールドの、アイラインでいきます。アイラインじゃないわ、アイシャドウ。
ちょっと暗いから上から、ね、ピンクの薄ピンクを感じ、うん、で全体的にちょっと感じでいいかな、適当適当、はい、で、シャドウもシャドウじゃない、シャドウ、何しようかな、まつげと、まつげと、まつげ、まつげとでいいか、あと忘れるかな、まあいいや、ちょっとだけ、薄い、今日はほんまにナチュラルメイクです、はい、多分。こんな感じです。今日はね、もう簡単にサクッとやってきました。はい、ね、うん、あれなし、ファンでもなし。めんどくさい、もういいや。感じです。はい、ではお出かけしてきます。